私聞いてしまったというか頼み方みたいな、これからしていってくれたら嬉しいから何でも聞いてね嬉しかった。しかもいつもそういうのも頼んでくれて、A社ストリームホール楽しかったね。いたよね、ライブお疲れ様でした。ごめんなさい、休みは明日の楽しみにしてるよ。こちらこんばんは、こんばんは、今日はありがとう、ありがとう。いい日だった。めっちゃ食べるんだね、ご飯ツイートみたい。ラブチェルこんばんは、今日もお疲れ様でありがとう。福くこんばんは、翔太今日ありがとう。なんかしたっけ、すぐるちゃんファンレベルが6になりました。ポンテカはありがとう、好き。いや、後ろ側としてまだない一日、まだまだやなと思った一日やった。いや、なかなか覚えるのよね、何十曲もあって。汗だく練習太郎だった。お疲れや、やばいね、この時期やばいよね。もう今日もね、明日も怖いしね、今日も暑かった。でもさ、明日はフロントがあるからさ、なんかフロントでストレートだしさ、あんま時間ないからさ、1本目のライブさ、もうストレート以外に選択肢ないじゃん。ポニーテールとか結んだりするとさ、後つくから直すの結構時間かかってさ、フロントまであんま時間ないからどうしよう。でも暑いな、さすがにっていう、ちょっと迷ってる、どうしようかな。もう夏のね、夏のストレートはやばい。 DD かましてるからこうなるのだ。ケスケこんばんは、今パピコ食べながら横になってる、いいね。今日もしおりもね、アイス触ってよそう、メンバーにさ配ったんだけど、近く花瓶だからアイス食べれない。もっとしおりのことしっかり見ないと。そうや、そうや、たまたまよ、今日はまだ残ってるし、まだ残っちゃう。でもさ、わかるよ、なんかご飯準備しとるときはさ、こんぐらい食べれそうと思うけどさ、いざ食べるとあんま食べれないみたいな、ね、そういうときあるよ。まさか家で肉焼いてると思うなしかもすごい量、しかもちゃんとじゃがいもとかもやしもとかも入ってて、お本格的や。てつるんしおりんはどんなパフォーマンスでも天使だから問題なし、ありがとう。お母さんこんにちは、ゴストレイちゃん、やっはー。コーレル音楽さんですか、こんにちは。願い星からの金魚の歌は激アツだと本当、好きな曲なの。チキさんこんばんは、ニコってしちょっと変顔みたいになっちゃった。ウルトセブンストレートはとりあえず最初はって感じだったんだけど、ずっとそうだよ、分かんないけどいつもあれとか。カイさんこんにちは、あと願い星と金魚の歌の振り付け個人的にめっちゃ好き。そうなの、マジパンの曲全部マコ先生が作ってる。でもさ、どんな振りでもすごいよね、本当に。僕も近く花瓶だから、そう、しかもああいうねシャリシャリ系は特にちょっと厳しい。アイスソフトクリームとかねいけるんだけどね。ライブ終わり、そうだよ、今日はライブだった2本。どちらも感想の振り付けは個人的に、感想の振り付けが好きなんだねでも金魚の振りとかめっちゃ変わったんだよ、最初と全然違う。暑いからポカリ飲んで。今日はね、水をね、何本、500のやつと天然水みたいなやつとクリスタルカイザーを2本くらい、 1.8 本くらいと、とね、マスカットの紙パックのこのくらいの飲んだ。ラプンツェル、そうだよ、願い星と金魚の歌好きすぎる。あとは桜散る、乾燥のダンスが好きなんだね。お酒なかったら絶対あんなに食べません、というかマーライオンになる、うえってめっちゃ食べるわけじゃないんかい。お酒飲みするのね、今日この調子がいいね。あ、ひろなくんでしょ、ショーにおすすめしてもらってから毎日聞いてる、いっぱい聞いてる、おらしいね。確か以前ツイートしてたよね、なんだっけ、何の話これ。見つけより金魚なんだよ、うん、なんかアビコさんが読んのやめてってなんか最初は入れてみてって言われて、このポジションの人が言うみたいな決めてたの、
本当にちょっとの間でもやっぱやめたみたいな。こんばんざいねん、野本こんばんざいねん。あ、月田も一緒に来たやんか。もしやもしや今週はどんな二人なの。スサムちゃん、いや今日いたでしょ。髪型可愛かった。結構飲むんだ。それも結構飲むよ。まーちゃんさんこんにちは。私は牛乳飲んだ。牛乳好きなの。でも牛乳はなんかで、ね、ぬるくなったらやだから夏はもう飲まないか。そんなの、あの美しいフルツキが好きなの。綺麗、本当に作るフルツキ綺麗。月たんこんばんじゃいねん。これ絶対飲めたこっちゃいな。お酒があると胃がバグるの。それやめた方がいいんじゃない。振り付けが変わったって。あ、そうそう、ほんといろんな曲もだけどね、結構変わりおるんよ実は。ちょいちょいとか、なんか振りが変えたくなって変える時もあれば、なんかアーカイブとか見たりライブを見てるうちに、なんか向こう先生がこうもっとこうしたいとか、とか単純になんか揃いが良くないとか変える時もある。なんか BJ は楽しいというか綺麗な表現の振り付けが多いイメージ。あ、曲によるかも。ほんと綺麗。しおりちゃんお魚触れんの。お魚触れんの。触れるよ。なんで。あふみのツイート、お魚触れるよ。さばきはしないけど料理とかでは触れるよ。久しぶりにしおちゃん見て可愛いって。ほんと嬉しい。なんかしおりも久しぶりに見てなんか嬉しくなっちゃったんだよね。なれしこさんこんにちは。飲むです。分かるようになってきた最近。デビンさんこんにちは。私も水分飲むから仕事してると3リットルは飲む。やばいよね仕事中みたいな。ライブ終わった後とかちょっとね浴びるように水分飲むんだね。確かお風呂ダイナマイトもかなり変わったよね。変わってないかも。変わったかな。歌割りの人は変わったけど振りは変わってないかも。最初2曲くらい聞いたことなかったけどとても綺麗な曲で、あ、最近の曲なんよ。一今日の1曲目はね、本当にまだねお披露目して1ヶ月ちょっとしか経ってない。2個目の曲は空の色はね1年は経ってるけど、確かにスダムちゃんも聞いたことないか。タタさんやっほー。ねえねえねえ、今日あれよ、今日ザキちゃんと写真撮ったから見た？あれくれたやつ言ったよ。タラタラさんくれました。そう、タラタラさんって言ってた。冷たい風の流れに逆らって。あれでしょ、空手さんでしょ。あれどこだっけ。しおちゃんもお魚触れないグミだと信じてた。でもあれだよ、本当に超生魚、なんていうの、取れたてとかだとちょっとやめまして。今日二人で花火した。いいね、花火いいよね、素敵。お庭でみたいな。ポムポムさんこんにちは。あれ？あれ？勘違いかすまない。え？私はクリスタルカイザー飲み放題だよ。いいな。え、会社のだっけ？あ、そうだよね。私も作業後に。500近く。でもさ、一気に飲むとすごい気持ちいいけど、たまにさ飲んだと上ってたら感じ。あ、これだ。サブさんこんにちは。何ぬるしてるし噛まれそうだから触らない。でも本当にそういう無理だよ。そのもう本当さっき撮ったみたいなやつ。シネマグラフマジ好き。そうなの、今日あったね。でも今日の落ち旅なんかちょっと自分的にあんま注目したいなかった。すっごい失敗したとか裏返ったじゃないけど、なんかうーん完全不燃焼みたいな感じね。ちょっとみたいな感じだった。明日早いからもう寝る。明日また明日、確かに早いけど気をつけてきて。ファミリーさんこんにちは。しおりになんか聞こうとしたの忘れてしまった。なんだなんだ、そういう時あるよね。見て保存した、やった。そうそう、可愛いからずっと思っててね。あのね、かぶった時に行こうって決めてたの。思い出した思い出した。あ、今の家のお庭というか敷地というか、いいな、花火、恋人と花火、キラー。どっちが好き、線香花火か
バーンみたいな花火、どっちが楽しい、それはバーンみたいな花火が好きなんかさ、こう追うてたらバババババみたいなのが好き。めっちゃ昔じゃなくない、ちょっと前じっとしてられないから線香花火とかさあ、まあ頑張れるけど飽きちゃいそう とか言っちゃいそう。ぬるまみやんさん、こんにちは。知らない曲増えててびっくりした。また番組見てみて、え、嬉しい。何でも聞いて。やっはー、金魚のと乙女心聞きながらご飯毎日作って、本当楽しいご飯作ってるでしょ。嬉しい、いっぱい聞いて。好きな曲決まった、決まったとか、なんかさ見つけたら教えてよ。今日の赤身と思ったけど、金魚の歌のおちさびってかなり難しいね。うん、なんかそれ、金魚のおちさびはね、なんか歌唱的な問題という気持ちの問題って感じが。それはそうだったのね。ちょこんと見つつ、すごく音に乗ってる自分が、嘘、本当にちょこんって座ったよね。それがハッてと思う。さあ、つぶさくん、うん、ウケる、かわいい。乗ってたな、実はな、乗ってんだ。あやかわしときながらね、毎回勝利の安定した音が本当に安定しないよ。あの塩焼きと焼いてほしいの。ああ、とってほしいよね。自分であのあゆを焼いて、あゆの塩焼き作ったことない。今日中華街行ってきたよ、いいな。花火した、花火したい。そう、この前花火したくてさ、実家に花火持って帰ったけどさ、おじいちゃんがね、いつも、ね、遅く寝ちゃうの。あ、早く寝ちゃうの、7時ぐらいに。でやろうって言ったのがちょっと遅くて、じゃあ次帰った時にみんなでやろうねって、お楽しみ。じいちゃんさ、だってじいちゃんも一緒にせんかったらさ、じいちゃん悲しむかと思って、じゃあ次の時にやろうって言ったら、そうなった。どうずれいさん、こんにちは。線香花火好きだろ。このえ、動画送ってよ、私に。私1本2本ぐらいなら頑張る。何個もだとちょっと頑張る。隅っこで線香花火してるのが好き。でもなんか私、花火というものが好きかも。なんか打ち上げ花火を見に行くのも好きだし、いいよ。なんか匂いもいいよね、あのなんか夏って感じ。なんかさ、夏の匂いってあるじゃん、夏の夜の匂い、花火いいよね。あ、夏だって感じ。花火のわちゃね、いいよね。花火ね、好きなんだよ。チラチンチラさん、こんにちは。ベーレさん、こんにちは。わちぶんまだねんやろ、今日見とってくれたやろ。ケイタさん、こんにちは。そうだ、皆さん明日ねライブ来てほしい。両方、明日は横浜で1本と池袋で2本あるんだけど、特に池袋フロントもあるしね。明日ね夜出る曲全部ね、やばい、全部緊張する。絶対か、一個も安心して立つポジションじゃない。で怖いとか、なんちゅうの、超死ぬほどドキドキ、ちょっと久しぶり、あっ、なんでもない。これ今のまま言ったらさ、曲数バレちゃうとかやった。あぶねえ、危ねえだった。やばい、あ、よかった、汗、いいところ止まった。死ぬぐらいは体が動くのよ。え、うれしい。シネマってさ、なんか曲調的にはすごい盛り上がるとかさ、楽しいイエーって感じじゃないけどさ、割とさアップテンポでさ乗りやすいよね。私好きなんだよね、曲自体が好き。なんか自分がセンターだからとかそういうの関係なく好き。明日早起きなんで、しんどい、何時起きなん。大好きさん、こんにちは。住みくるなくしました。顔しか持って帰ったのか。え、持って帰ってないよ、置いて帰ってきた。でやろうって言って、じいちゃん寝ちゃったのって言われて、じゃあ置いとくから置いとくからさって、だ帰ってきた時に一緒にやろうねって言ったら、じいちゃん寝とくねって。今だから言うんだけどね、別にね隠してたことじゃないんだけど、ちょっと行く前に言うのは言いづらかったんだけど、あのこの前帰省した一番の理由はおじいちゃんに会うためだったの。なんかね、あのおじいちゃん本当に体が悪くて、すごく悪くて、なんか今でも悪かったんだけど超悪くなっちゃって、で本当に少しでも会いに行きたいっていう、最初はそれで会いに行ったの。だからね、この前会いに行って、
だから希望も込めて行きます。会いに行きたいんだよね。また帰った時に花火したい。泣きそうってこと。から次が9月帰れるからね。一人で自分の線香花火してる動画撮らせる。そうだよ自分で線香花火だっつって全部送らないけど気分で1本送る。え、送って送って、いい感じのやつ、楽しそうなやつ。でも基本全部しおりちゃん見て今日もいい笑顔や乗ってるなんて。本当嬉しい。めっちゃ見てくれとるよね本当に。だってライブの時さ、翼見たら絶対しおりの方見てるもん。あ、見てるしおりのこと。でもルンルンさんこんにちは。見てたよしおりの色。しおりの色何それ。曲数と曲名特定じゃ絶対嘘だろ。いや、その前に指出してほしい。そう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 、何もしてない。よしよし、たけしやは。そうですよ、そうですよね。私も曲がかかないね。この曲がいいよね、シネマグラフって。うん、でも最初はなんか振りとかさ、今うちらの歌い方って割とさ、ジョージョって感じじゃん。最初はパッと聞いた感じだと割と爽やか系だったと思ったの。カルピスみたいな感じ飲むのでやと、ハリーヤホー、ハリーサンタ、カズキさんこんにちは。1773名ね。あともうちょっと、あと1ヶ月弱で、ね、間違えた、あと3ヶ月くらい、うん、103、あと3ヶ月くらいで1800日。あ、何言ったん、あと1ヶ月くらいで1800。すみちゃんやっほー、ともきだ200回目だって。会えた今日でやべえ泣けるって。姫こんばんは、やっほー。エビチーマン、ただいま生きてて、お疲れ、長旅お疲れ。今日はしかも早かっただろうに、早かっただろうに。ほんと何時に起きたんだい。空の色、しおりの色、まあ両方水色だね。もう曇ってたら灰色だよ。心は空の色、今日は灰色。ポーキュー給食さんこんにちは。今日息子分楽しかった。なんか隠してないやつさ、チェキ送ってよ DM で。今日女だった、ともこちゃんね。ともこちゃん、ともこって絶対おるやろ。え、ちびまる子ちゃんによるくない、ともこ、としこか、ありゃあれ、としこや。10月頭はこれまでと違って少しは時間で足すごい家族と過ごせると。そう、ちょっと長めに帰るかもしらん。脇の下かそうか、やだやだ。それは見てます、気温室で見るとこならずっと見てるよ。むしろでもなくない。あ、しおりが後ろでもってこと。こんな感じでも結構気に入ってるし、しおりちゃんのこと。うん、知ってるよ、知ってるよ。なんかライブの時は目がってもって感じだけど、うんって感じっていうか、なんかさ、あれだ、やりたいことないもんね。でもだってさ、特典会喋ってる時目がハートだよ。気づいたらシネマグラフ一番好きくらい。マジめっちゃいいやん、本当にいい曲。田島よ、 AC 落ちルーム200回、すごい1年だね。もうちょっとで全然2倍で臭い。コナルさんこんにちは。コナさんこんにちは。コナっていうのか、リナちゃんだよ。私がリナちゃんだけど。え、しおりちゃん可愛い。何がどこが、何が何が何がどこが、何が何がどこが。DM しますともこちゃんば。次そうだよ、次女みたいな顔してたろ。前と後ろどっちが髪、髪、何の話、髪の毛ちゃんと脇ビオレ用してる。本当、じゃあ今度変えちゃおう。しおちゃん式式式式継続中。マジ3日ぐらいで終わったと思ってたんだけど。びっくり。トシさんこんにちは。ココニャンさんこんにちは。ゆうきさんこんにちは。おやすみね、しおりちゃん。4本生きて、4本生きて。何それ、何の4本ん。ソルッコさんこんにちは。田んぼさんこんにちは。山口、あ、どっち、なんかこれ、それはちょっとまだ言えないかな。
しいのよ、推しのと目の前で話すし、チェキ取るし、しかも最初は嬉しいんだよね。特典会の最後まで残ってくれてる。なんかさ、まあ、全然さ自分の予定とかもあると思うしさ、過ごし方とかさ、ずっと最後までいてくれないのに嬉しかった。うん、恥ずかしいんか。でもさ、前よりは話せるようになってるでしょ。明日4本、違う3本よ、3本フロント入れて3本ね。ここに来てから好きだって思える曲を、嬉しい、イエーイ、全部好きになって全部。チョコさんこんにちは。でもさ、普通にさ、人ってさ好みってのがあるじゃん。食べ物だってさ、人間だって、曲だって、そういうことさ。明日先くらい聞きます、しおりちゃんの曲。えっ、嬉しい、やったやった。明日センクラにはね、あっ、明日って声出しじゃないんだっけ。センクラのくせに声出しじゃないんだね。うわー、明日声出しだったら金魚のあそ、あ違う、金魚じゃない、金魚は本当にありません。田島のあそこのあれが、あのあれが聞けたのに、なんで金魚って言ったんだろう。わらわら、やっぱりシネマグラフはいろんな意味で大切な曲やね。いや、ほんと大切な曲よ。今までね、お披露目の前で一番泣いたもん、全員で。シネマは全員でね、何回泣いたんだろうってくらい。一番ね、時間かかったよ、披露するまでに。7月31日、マジ覚えてる。去年の7月31日に披露したけど、ほんとその日の夜まで、レッスンの夜まで、明日披露できないよ、このままじゃ。ほんとにしない時もあった。でも頭下げてみんなでシネマ面でどうしてもしたい。だから結構さ、シネマグラフのさお披露目メンバーってさ、結構写真とか撮ってたりしたじゃん。結構そういう思い出もあるんだよね。だってバンドジャパンってさ、お披露目のメンバーにさ、まあ、選ばれることを結構さ、みんなこうモチベっていうか、あの目標にしてたりしてさ、その曲その曲でメンバーあるけど、あんなにさメンバーって感じでさないじゃん、まあ、あんまり人が変わんないっていうのもあるけど、でもそういうねレッスン背景みたいなのあるんですよ。東京に萩の予定、本当に萩山口県じゃん。はにこさんこんにちは、米君さんこんにちは、みーちゃんきゃー、ありがとうね、今日は来てくれて本当によかった。なんか本当はもっと言っていっぱい言ったこと、いっぱい言いたいこと、これ話そう、これ話そう、これ言いたいとか思ってたけどさ、全部さ飛んじゃった。何よりみーちゃんがさ、みんなに13歳とバレたってこと、今日の報告。気をつけて帰った、もう帰ったんだっけ、明日学校、明後日か。もうね、でもさ、みーちゃんがさ結構仕事話すの緊張するって言っちゃったけんさ、なんか割と今日は話しやすいくなれるように話ような話しかけ方して、前より話しやすくなった。明日もアイスクマリおばさんお願いします。僕はパルムが、パルムはあったよ、事務所の近くのさ、コンビニの層が高いやん、やけスーパー行ったんやけ、キッチンやけでさ、スーパー行ったんやけどさ、あのさ、なんせさ人数が多いわけさ。だからそういうのを考えると、しかしパルムとかさ、あのガリガリ君もあったけど6本とかしか入ってない。6本って2個買ってもさ、2個買っても足りないの。3個は多いさ、さすがに。あといろんな味があって、そう、あとチョコとかさ、ガリガリ君と同じ味しか入ってないじゃん。やけこの数問題と味選べる問題であれが選ばれた。そう、またやるよ、アイスクマリオバさん。この前のねフロントセブンのねゼップ横浜の時はメンバーにあれ配ったよ、オルナミン C。 好きなんだよね、なんか自分が渡したいだけなの、本当にありがとうって言ってほしくてとかじゃなくて、本当にただ本当に貢ぎ癖があるっていうか、本当そういう人なのよ、昔から。そう、ママがママめっちゃ小さい時昔から好きなの、うん、そう、パリも美味しいよね、それも好き。うちらはさ食べれない、
だってさ、しおりが今日持ってたアイス、あんたさ、あんたとか言っちゃった食べれないでしょ、遅刻過敏だから。入谷駅って知らん、入谷、入谷、いや分からん、行ったことないかも、行ったことあるのかな。パンダさんこんにちは。誕生日シネマグラフの発売日に初めてシネマグラフ聞いて号泣する人生なのね。あれほんとびっくりしたけど、ほんと泣いてて面白かった。確かに前よりか話せる、ほんと嬉しい。どんどんさん話していこう。何の踊り、なんか踊ってた。明日サンプラ行きます。なんそれ、サンリオプーラランドは。クロワッサンさんこんにちは。私はメロンパンが好き、くせにて。そうよ、センクラのくせに。みんな大げさに来たよ、ね、やっぱりシネマグラフは一生忘れないし、忘れないで。忘れたくないこの気持ちを胸に抱きしめて。まあこれはスランの色なんだけど。ミミさんこんにちは。シネマラブルームは好きよね。あとは願い星が早く来た、聞いたことないぞ。夢で見たんだが、胸に抱きしめて。生まれたての翼に飛ぶよ。夢で見たんだし。これはあれよ、大げさ。私もカモンカモン早くしてた、分かんないよ何の曲か。特典会の自分の時間外を遠目で見てる時間も好きなんです。そうなの、変な人だね。楽しそうにしてるなみたいな。ホタテの貝柱さん、あ、こんにちは。最近来てくれましたよね。いつかシネマグラフと演技 A、 演技 A のお願いです。いつか、ちょっと決まってないが、あみこさんに LINE しな。初代ラブフロムラプター選抜があるサビでセンターにソロシーが気合ってだよ。当たりお祈り視聴しときな。シナマでクソデカ感じよりだいたい早く早くくく。でもそれは本当にシナマでクソデカ感じより何百回もなった。もともとの春菜がまあ一番正直クソデカ感じだけど、でもいっちゃんも横浜ブロンテで、あゆちゃんも2回、あゆちゃんもね横浜ブロンテの、横浜ブロンテのワンマンと、ね、ビーツの対バンで、その春のポジに、もともとクソデカ感情のポジに、あゆもいっちゃんも入ってたっていう。死ぬよね。死ぬが、私はそうやって人をこうやって、あ、なんかシネマを歌うとすごい送り届けてるって思う。なんかあの曲がさ、そういう曲じゃん。この時よきりとおてとかさ。めっちゃさグッとくるの、なんか。しかもさ、あのパフォーマンスしてるときはもうシネマ脳内シネマなのね。だからなんかはって、もう死ぬ。でもしかもさ、シネマと空の色はあんまりメンバーが変わらないって、この2つは今までとちょっとね方針が違うから。そうなんだけど、レナちゃんともいつも出てるからさ、絶対クソデカ感情じゃん。やばいよね。なんか結構なんか卒業曲とかじゃないけど、割とそういう時に歌うと時と合ってる曲だと思う。シネマメンバー固定なるもね。そうだよ、なんかさ、いろんな曲があってさ、いろんなメンバーがいてさ、いろんな解釈があるのはいいことだけど、シネマはもう曲を作り上げる段階でその解釈を一緒にしたの。だから多分変えないのかなって思う。空の色もそれだよね。そう、なんか、まあ、まあ、あの、確か例えば乙女心も可愛い解釈とかあるけど、なんか敷き詰めたのシネマは。明日は主催がこれしためみたいね。今日偶然見つけに会って聞いた。今日いたの、あ、一緒にいたってことか。付き合ってるみたいでくさ。でも主催だろうね、ロピロピさんでしょ。萩野、萩野ブンブンさん、萩野ブンブンさん。この時を切り取って萩野、見たい。ブンブンさん、私ブンブンっていう超仲良い友達いるんですよ、山口に。小学校から高校全部一緒で、高校もずっと通学路、
通学一緒に行ってた友達がいるけど、その子かと思った。ブンブンびっくりした。た、ま、前たまに配信してたからさ。めっちゃ固まってない。あれれれれ、大木さんがいいんじゃねって感じなので、まあこれが中途怒られたら大木さんのせいで固まっちゃうよ。